皆さん、こんにちは。東北大学と、あと理化学研究所で研究員をやってます、赤間と申します。本日、第6回ということで、セミナーで自分の研究について少し、お話しさせていただければと思います。改めまして、簡単に自己紹介をさせてください。私は今、東北大学のデータ駆動科学 AI 教育研究センターというところで、助教をやりながら研究員をやっています。また、さっき、ご紹介あったように、理化学研究所の AIP センターというところで、自然言語理解チームに客員研究員として所属しています。生まれは1994年で、そこから普通に高校を出て、大学に行って、で、2018年に、修士課程を卒業して、で、2021年、2年前ですかね、に、博士号を取得して、で、その年の4月から、今の東北大学と理化学研究所で研究員をやっています。専門の研究分野は自然言語処理と呼ばれる分野で、あとは機械学習とか、人工知能とか、そういうところの研究をしています。自然言語処理という研究分野について簡単に紹介していきたいと思います。私たち人間が普段使っている言葉、話している日本語とか英語とか、そういうものを自然言語っていうふうに呼びます。対する概念としては、プログラミング言語のような、人工的に作られた言語で、それは人工言語というふうに言うんですけれども、そうじゃなくて、人間が自然といつの間にかできているような言葉、自然言語っていうのを対象としているのが我々の研究です。で、我々は人間が普段使っている言葉、自然言語を上手に扱える計算機構を作ることと、また、これを通じて言語そのものへの理解を深めるっていうことを大きな目的として研究しています。人間にとって言葉っていうのは情報伝達のための最大のメディアです。普段私たちが触れているような物語のようなものも、自然言語で書かれていますし、あと、論文だったり、新聞、あとニュース記事、SNS、普段我々はすごくたくさんの言語に触れています。こういうありとあらゆる言語データが私たちが研究で扱う対象になっています。で、言語を計算機で扱うための、基礎理論、数理モデリングのようなものだったり、アルゴリズムを考えることに始まり、さらには入出力に言語がはじ、えっと、関わるような知的処理の機構を作ることまで、すべてが私たちがやっている自然言語処理っていう研究分野の対象です。で、今回は、自分が修士博士と主に取り組んできた、特に対話に関するような研究を紹介していきたいと思います。その他にも皆さんが普段使っている、自動翻訳機だったり、ウェブ検索サービスだったり、そういうものも、この自然言語処理の応用技術に含まれるようなものです。で、対話システムなんですけれども、基本的に、話しかけたり、何か発話を入力したりすると、それに対して何らかの応答を出力してくれるシステムの総称です。普段我々が使っているものとしては、チャットボット、カスタマーサポートをしてくれる企業のウェブページに行くと右下の方にちっちゃいアイコンがあって、それで問い合わせができるものだったりとか、あとは LINE で AI 女子高生と話せるみたいなもの、エンタメみたいなものがあったりとか、あとはスマートフォンにとかスマートスピーカーに住んでるバーチャルアシスタントみたいなものも、これも対話システムの一部というふうに考えることができます。で、これらの技術を支えているのが、まさに自然言語処理とか機械学習の技術で、で、具体的には、聞いたことあるかもしれないですけど、ディープラーニングって呼ばれるような、深層学習の技術だったりとか、あとは、自分がこれまでメインに研究してきた文生成とか、対話応答文を生成するとか、そういう技術が思いっきり関わってきています。で、対話システムはこういうふうに何かを話しかけると、人間らしいそれっぽい言葉を返してくれて、コンピューターと会話をするっていう、昔から人工知能技術の夢みたいなこととしてよく言われていることができる。今ももうすでに結構できるんですけど、こういうシステムで、内部にその深層学習のに基づくそのニューラルネットワークベースの何かを入れると、それに合うようなものがたくさん覚えている。そういう人間の話し方の傾向を捉えているような、モデルと呼ばれるものが入っているというような、理解をしてもらえるといいんじゃないかなと思ってます。で、この対話システムなんですけれども、最近の研究で、
とにかくモデル、ネットワークをどんどん大きくしていくと、たくさんデータを覚えることができるとか、たくさんのデータから傾向をより捉えることができるということが分かっています。なので、すごいこう、これ、右上にある図が2018年とか、4、5年前ぐらいから今までなんですけども、ものすごくすごい勢いで、とにかくどんどんでかくなってきていて、こういう大きなモデルをたくさんのデータで学習すると、性能が上がるっていうことが分かっています。で、生成モデルの中でも、特に対話を、に特化したような何かを喋ると、それに対する応答を答えてくれるようなモデルもあって、そういうものも、これと同じような、どんどんとにかくこの2018年、20年、22年と、ここ数年で大きくなってきていて、で、ごく最近開発された、発表されたモデルは、なんと対話の品質だけを見たら人間に迫る勢い。ほとんどこう、すごく大きいモデルなんですけど、人間と、遜色ないような、今回やった実験の中ではそういうようなすごい対話ができるっていうことが報告されています。ただ一方で、なんていうか、攻撃をしないとか、事実にちゃんと基づいた会話をするとかっていうのは人間にはまだまだ至らないレベルなんですけれども、とにかくモデルを大きくすると、ガンガン性能が上がりますっていうことが最近分かってきています。さらに、モデルを大きくするだけじゃなくて、モデルが学習するデータ、できる限り綺麗で正しいデータをたくさん学習すればするほど、生成される応答の品質が上がるということも分かっています。これは自分たちが過去にやった研究なんですけれども、実際研究の中で使われている対話の応答生成モデルっていうのは、研究用途に作られたデータセットだったりとか、最近は SNS だったり、ウェブ上から持ってきた日本語とか英語とかの言語データをとにかくたくさん学習してるんですけど、そういうデータには対話として適切でない、対話にはなってない、話が噛み合ってないようなデータもたくさん含まれています。で、具体的には、実際にいろんなデータをきちんと調べていくと、全体の25%ぐらい、調べたものの25%ぐらいが実は対話としてきちんと噛み合ってないものでしたっていうようなことが我々の研究で分かったりしています。で、こういう対話として成り立っていない、こういうのを覚えてしまったらちゃんと正しい対話ができない学習のノイズになってしまうようなデータをうまくこう自動的で取り除くことによって、モデルが本当に綺麗な、こうあるべきっていう会話だけを学習するようなにさせてあげると、学習データ量はもともと100あったものが、例えば半分とかになっちゃうんですけど、これですね。8、79、なんちゃらかんちゃらっていうものが40なんちゃらなんちゃら、だいたい半分ぐらいになっちゃうんですけど、それでも、生成される発話の品質っていうものは向上するというようなことがわかります。なので、これまでに分かっていることとしては、とにかくネットワークを大きくするとデータがたくさん学習できて、その学習するデータの品質を良くすれば、さらに品質が上がるっていうようなことが分かっています。で、こういうことをやっていくと、さっきみたいな人間に迫るような品質のモデルができているっていうのが、今現在の対話研究の最先端です。じゃあ、まるで人間のように会話ができてしまって、で、さらに、とにかくデータを増やして、ネットワークも、どんどん大きくしていけばいいんだなっていうことが分かってるんですけど、本当にそれをしていけば全ての問題が解決できるかとか、人間をいずれ越すのかみたいな話もあると思ってて、ただそうではないと私は思っていますし、現時点でそうはならないっていうところも明らかになっています。これも自分たちの研究グループがしている研究なんですけれども、例えば本当に、じゃあまるで人間のように会話をするけど、このシステムは言葉を理解しているっていうふうに言っていいのかなっていうのを調べたときに、それっぽい音は返すんだけど、矛盾、過去の発話と自分が次に言うことが矛盾してるかどうかみたいなところに関して、すごく鈍感、モデルは鈍感だっていうことが分かっています。なので、自分が今発言していることが、過去に自分が言ったことと、ちょっと矛盾があるな、みたいなことは、システムは全然自覚的ではなくて、昔言ったことと全然違うことを、数発話後に言ってしまう、みたいな問題は、潜在的に抱えている、ということが明らかになっています。で、これは、例えば、何か話した、ここの例だと、
まあ、何やかんや話してて、まあ、一日ですっていう、何かを答えたときに、それに対して、それってじゃあ一年中ってことですかって、この一日ですっていうことに対して、まあ、一日ですかって聞いてもいいし、例えば、なんか二日ですかって聞いてもいいし、この内容を確かめるような発話を聞いてあげると、まあ、それに対して、はいって言ったり、いや、そうじゃないよって、ちゃんとこう正しく否定したりするっていう、どちらかの応答を返すんですけれども、これ実際にシステムにやらせてみると、もっともらしいかなとか、例えば、あり得る応答を100個出してくださいとかいうふうに言ったときに、本当は多分ノーって答えなきゃいけないんですけど、そうじゃなくてイエスと答え、100個のうち何個かはイエスって答えてしまっているみたいなことが実際に分かっていて、で、かつ、まあでも一番いいのを出したらそれはちゃんと答えられるかって言ったら、まあそうでもなくて、なんていうか、偶然当たってしまっているし、これは必ずノーと言わなきゃいけないんだけど、100個出させてみたら、案外イエスも、まあ、混在しちゃってるみたいなことが明らかになっています。ということで、まあ、多くの場合ではまるで人間のような会話を出すし、そういう理解してるっぽい振る舞いをするんですけど、実際にちょっとこう、確かめてみたりすると、そこまではきちんと理解できていないし、まだ危ない挙動をするっていうことが、まあ、現時点の対話システムで分かっています。というような、研究を自分たちはこれまでにしてきてるんですけど、そもそもじゃあ、今日は研究者とは何ぞや、みたいな話もした方がいいというふうに聞いてますので、まあ、私が普段どういうことをやっているかとか、まあ、研究ってそもそもなんでこういうことをしてるのか、みたいなことを、ここから少しだけ紹介したいというふうに思っています。今まで自分の研究分野は自然言語処理ですとか、こういう研究をしてきました。そういう話をしてきたんですけど、そもそも研究って、何だと思いますか？ということで。多分中学生、高校生ぐらいの皆さん、大学も一般教養ぐらいの皆さんだと、研究っていうよりは多分勉強学問としてやってることが多いと思います。で、修士博士になっていくと多分研究っていうのがどんどん増えてくるんですけれども、そもそも研究とは勉強とどう違うかっていう話として、私は研究っていうのは、これまで誰もできなかったことが少しでもできるようになるとか、これまで誰も知らなかったことがほんの少しでもわかるようになるっていう、できるとわかるの範囲を広げるっていうのが研究だと思っています。で、それに対して勉強っていうのは、もうすでに、誰かがこれはできるよ、こうすればできるよってわかっていること。例えば、二次関数はこの公式を使えばこう解けますとか。なんかそう、昔誰かが研究によって明らかにしてくれたようなことをこう整理してうまく学ぶことが勉強だと思っていて、あとどこまで分かっているかを知るっていうことも勉強の結構大事なところだと思っていて、このラインがどこにあるか。世の中たくさん知らないことあるけど、どこまで私たちは分かっているのかみたいなことを、まあ、きちんと基礎を固めるみたいな意味でも、ここを知るのが勉強だと思っています。それを分かった上で、こう、ググッとできる範囲とか分かる範囲を広げるのが研究ということで、こういう活動を日々しています。じゃあ、研究が何をしているのか分かったと。じゃそれをするために、普段実際にじゃあどういう活動をしてるんですかっていうのも、研究者は何してますかって聞いたら、こうピンとくる人は少ないんじゃないかなと思うんですけど、我々が前半で紹介したような論文を書いたり、新しい研究を世界に向けて発表したり、分かるを広げる、できるを広げるっていうことに至るまでにやってることとしては、まあ、多分、自分が今使ってる時間のほとんどは人と議論をするっていうことをしています。っていうのは、研究グループで、研究って、研究者は一人で黙々とみたいなイメージがあることは分かってるし、自分もそう思ってたこともあるんですけど、今って研究ほとんど一人でできることっていうのはやっぱり少ないと思っていて、少なくともこの分野では、みんな何人かのグループでやることは普通に自然なことで、こういう研究グループでこう自分はこうこうこういうことを思うとか、結果を持ち寄ってこれは正しいんじゃないかとか、ここをもっと調べた方がいいんじゃないかとかいうような議論をみんなでします。で、その議論をするために、各々が実験をして、何かこう、調べたいものがあったら、それを調べてみる。
で、自然言語処理の実験っていうのは、生き物を対象としてなくて、デジタルなデータを対象としているので、基本的にはパソコンでプログラミングをするとか、計算機を回すとか、デジタルなデータを収集してくるとか、ウェブをバーって見て、データをきれいにするとか、とにかく計算機でできることがほとんどです。なので、パソコンをとにかくカタカタしている時間が多いですね。あと、論文を書くのも、紙とペンで書くっていうよりかは、もう本当にパソコンで書いたりして、で、そういうのがある程度論文として出来上がったら、それを広く、紹介するために研究発表をするっていうようなことをやります。で、こういう一連の何か研究を世に出すためには、まあ、議論して論文を書いて実験をして研究発表してっていう一つのパッケージ化するためには、日々、論文を読んだり、どこまで分かっているのかっていうのをきちんとこう毎日毎日更新されるものなので、それをきちんと把握するために日々新しい論文を読む。あと自然言語処理とか人工知能って今すごく盛り上がってる分野なので、本当に1日何本も、本当に何本も、100本、200本とか、ひどい時には、こう、ピークの時には1000本とか、なんかそういうレベルで論文が毎日出続けるので、そういうのをこう、うまくみんなで協力したり、取捨選択したりしながら論文を読むっていうことをやっています。あとは、やっぱりこう、大学院までかけて何十年も勉強してきても、新しいことをやろうとすると自分が知らないこととか、きちんと分からなきゃいけないことっていうのが本当山のように出てくるので、そういうものに関しては、これまでの中学生、高校生でやってきたように教科書を使って勉強したりとかっていうのも日々やってます。あとは、まあ学会で研究発表するのを、まあ自分がするのもそうなんですけど、人が話している研究を聞いて、それで情報を収集したりとかいうこともしています。あとは、まあ、研究するには、パソコンが必要だったりとか、なんかいろんなものが必要なので、まあ、そのための研究費をきちんとこう取り抜くみたいなこともしています。で、研究以外に、研究者って研究だけしてればいいの？それ以外にもやってることがあって、例えば自分だったら、所属するコミュニティとか学会の運営に携わっています。去年、今年ぐらいでやった話としては、分野の日本人全員こう、若手からシニア、プロまでがガッと集まって、みんなで論文読み会をするっていう会議を主催したりとか、あと、AIO っていう QA システムのコンペティション、国内向けコンペティションを主催して、早押しクイズとか、人間の、クイズプレイヤーの方と、あと、こっちで我々が開発しているようなクイズ AI との架け橋になるような活動を、イベントとして開いていて、そこの実行委員として、ちょっと、こう、参加させてもらったりしました。あとは、そうですね。今年は、女子学生向けのワークショップみたいなものも開催したりして、まあ、コミュニティがどんどん元気になるような活動をしています。あと、自分は大学で研究者をやっているので、まあ、大学の講義を担当したりとか、あとは、今回のセミナーもそうなんですけど、こういうふうに、普段研究では会わない人のところに行って、研究の内容を聞いてもらったりするような模擬講義だったり、出張講義だったり、そういう活動もしています。で、自分が研究者になったのは、本当に2年前とかなんですけど、どういうふうな道のりでここまで来たかっていう話、これから進路選択をする皆さんの参考になればなと思って、すごくこう簡単に紹介したいと思います。今27とか8とかなんですけど、ここに来るまでにこう振り返った時に自分の中で結構大きな選択だったなと思うのが4つあって、まずは高校で私は理数科に進学しました。普通科っていう選択肢もあるんですけど、まあなんかもうその時点で理系に行くっていうことを決めて理数科に進学してます。あとはその大学の学部選択みたいな高校生にとって結構大きなとこだと思うんですけど、そこで自分は情報科学を選びました。で、あとすごく最近なんですけど、まあ、修士を卒業するっていう時点で、もともと修士までは、理系の学部に行く時点で行くことは結構固く決めてたんですけど、その先どうするかっていうところで、本当にここ5年ぐらいで一番悩んだのが博士に行くかどうかっていうところです。あとは、普通に職業選択の時に、まあ、いろいろ本当に行ける。別に博士に行ったから研究者にしかなれないとかそういうわけでは全然ないので、
にいろんな職業を選べたんですけど、ここで研究者になるっていうことを選びました。と、それ以外には、なんていうか、昔からすごく勉強ができたとか、そういうわけでは決してないっていうのも、なんか知ってほしいなと思っていて、まあ、ちっちゃい時から本が好きとか SF っぽい物語が好きっていうのはあったんですけど、まあ、そこで多分人工知能っていう概念を初めて知ってます。小学生とか。で、その後、万博が開かれて、小学校高学年の時に愛知県で、そこに行って、で、初めてその人工知能って自分の中の頭の中にあって、フィクションの物語にはよく出てくるっていう概念が、実はなんかロボットみたいな感じで、本当に実在してるんだっていうのに気づいたのが10歳ぐらいです。で、まあその後は、多分今振り返るとここら辺が自分が興味を持ったきっかけなんですけど、まあ当時は何も思ってなくて、その後はひたすら、中学校ではバリバリ運動をしてました。でも、ここで、勉強は正直そんなにやってなかったんですけど、ここできっちり、なんていうか、体育系というか、運動部で、頑張る、限界まで頑張るとか、チームプレイの中で人と共同するには自分はどういうふうに振る舞うのがいいのかとか、なんかそういうところは糧になってるんじゃないかなと思ってます。で、あと大学でも、なんていうか、勉強は楽しかったんですけど、それだけやってたわけでは全然なくて、普通にサークル活動とかアルバイトとか、いわゆる普通の大学生みたいな、夜中までバイトをしてみるとか、サークルをしてみるみたいなことをやっていて、まあでもここで自分がここまで頑張ったら体調を崩すなとか、時間思ったより上手に使えないから自分ができると思ったことの3倍は時間は見積もらなきゃダメだなとか、そういうことも学べたんじゃないかなと思ってます。あとは職業選択の過程で、大学院に行った時にインターンとか共同研究に、行かせてもらうっていうか、行ける機会が結構あったので、ここの段階で、企業で働く、企業で研究職をやるとどういうことなのか、企業でエンジニアをやるとどういう働き方になるのか、なんかそういうことが分かったので、実際に職業を選ぶときにすごくこう参考になったんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まあ、大きな選択4つありますっていう話をしたんですけど、その時々で、なんでこういうことを選んだんだろうっていうのが、もしかしたら自分と似てる人とか同じようなことで悩んでる人の参考になったら嬉しいなと思って、少しだけ簡単に紹介したいと思います。もし質問とかもっと聞きたいとかあったら、この後 QA で、聞いてもらえれば、可能な限り全部答えたいと思いますので、遠慮なく聞いてください。まず高校で理数科に進学するんですけど、なんか、大きな理由としては、数学とか理科とかがすごく得意だったんですね。比較的。人と比べてとかじゃなくて、自分の中ですごくこれが得意だと思ってました。まあ、裏を返せば文系科目がすごく苦手だったっていう感じなんですけど、まあ、それでもういいと思って理数科に行きました。で、実際進学してみたら、まあ、得意科目に使える時間が多いので、それはまあ楽しかったです。あとは、まあ、やっぱ得意なものっていうのは興味を持って勉強できると思うので、私はここがより得意になって、実際大学の入試とかでも得点源になるような科目でした。で、あと、大学受験するっていう時に、どこの学部に行くか迷っ、まあ、それなりには迷ったんですけど、なんとなく直感で、情報科学とか工学の中で情報をやるっていうのがかっこいいなと思っていて、で、オープンキャンパスに行くとか、いろんな資料を取り寄せて、見てみると、なんか、あ、こういうこともできるんだ、とかいうので、とにかく、何も知らなかった時はぼんやりかっこいいと思ってて、少し知るようになったら、やってみたいなとか、これはなんでこうなってるんだって、興味がどんどん湧いてきて、で、さらに、こう、人と話す、オープンキャンパスに行って先輩とかと話す、みたいなことをやっていくうちに、どんどん話を聞いてて途中で全然つまんなくならないっていうか、もっと知りたいっていうふうに思えたので、自分はこれになら興味を持って取り組めるだろうということで情報科学を選びました。で、大学で情報科学をやると、まあ数学だったり、まあそういうすごい基礎的な学問とかはたくさんやるんですけど、統計学とか線形代数学とか。それ以外にも実際にパソコンを使ってモデルだったりとか、プログラミングをやってみましょうとか。なんかそういう、あと、みんなでディスカッションしてみましょうとか。研究をする上で必要なスキルみたいなものに触れる機会もたくさんあって、結構幅広く学べたし、すごく面白かったなと思ってます。で、学ぶ上で、すごく分野の発展が早い分野なんだなっていうのと、進化が早いんだなっていうのとか、あと、今学校で学んでることって、本当に2、3年前に新しく出てきた技術なんだとか、
とかいうので、なんていうか、この学問が社会に役立っているみたいな実感をすごく持てる分野で、まあ、こういうところは今も楽しいと思ってます。あと、博士号を取るかどうかので、正直やっぱり SNS とかで耳にする博士に行くと就職がないみたいな話とか、なんかちょっと、やっぱ普通じゃないみたいなところとかも気になって、ちょっと悩んだんですけど、なんかここまで来たら最高学位を目指してみるっていうのも面白いんじゃないかとか、なんかそういう意味でやっぱ自分が興味があるならとりあえずやってみればいいんじゃないか、嫌なら途中でやめればいいくらいの感覚で、まあ行きました。で、実際取り終えてみると、なんかちゃんと一つのことを大学というか教育機関で学べるところは全部学びきったみたいな達成感とか、まあそれなりにやっぱり小学校を卒業するとかよりは全然難易度は高いものなので、そういうのをちゃんとクリアしたっていう自信にもなりましたし、あとはその研究活動をじっくりこう、教育してもらうおかげで、タスク管理だったりとか、あときちんと文献を読むとか、理解するとか、コミュニケーションだ、いろんな人と議論しながら進めていかなきゃいけないとか、なんかそういう、ま、どんな仕事をやる上でもきっと役に立つだろうなっていう汎用的なスキルが身についたと思っています。で、博士号を取っても別に結構どこにでもっていうか、博士を持ってない時と持ってる時で、持ったことによってつけなくなるような職業は何もないので、選択肢は純粋に広がってるんですけど、それでも自分が研究者になった理由としては、その時、自分がこう、やっぱ研究とかやってると推しみたいなものが出てきたら、この人の研究すごくすごいなとか、なんかこの人すごい研究者だなとか、なんかそういう人がいるんですけど、たまたまそういう人のところで働ける機会があったっていうのがあって、まあ、そういう人と一緒に一回ちょっと働いてみたいっていうことで、まあ自分も研究者になりました。で、あとはその研究をするっていう活動、修士から博士の時にやっていたことが自分はすごく楽しいと思ったので、まあ、楽しいことをもうちょっと続けてみたいっていうので選んでいます。まあ実際まあ、引き続き楽しいですし、大学で研究者をやると、企業との共同研究みたいなものもすごくたくさんできるので、一つの企業に就職すると、まあ、なんか他といろいろ共同できたりできなかったりすると思うんですけど、大学にいながらしていろんな企業で働く経験みたいな感じに近いものができていると思うので、こう、なんか視野が広がるっていうか、いろんなところと関わることができて自分はすごく楽しいと思っています。まあ、これから、ここまではこういうふうにしてきたんですけど、今後、自分がこう、目指していきたいものとして、まず研究としては、できる限りこう多くの人が安心して使えるような自然言語処理技術っていうものを作っていくというか、そういうものの開発を意識していけたらいいなというふうに思っています。今って結構いろんなことができるんですけど、文章もきれいに流暢に生成できるとか、分類もすごくできるとか。でも、望まない挙動をしたときに、なんかなんでそれがそうなったのかみたいな、どうすれば防げるのかがわからないと、まあ、研究上はそこそこいいスコアが出ていたとしても、実際に実社会の中で使うにはすごく怖いし、リスクがある状態です。なので、こういうところをとにかくクリアしていかないと、社会にどんどん出していけるような技術にはならないので、ここら辺は、まあ、これから分野みんなで頑張っていかなきゃいけないところだなというふうに思っています。あとは動かすのにすごくたくさんお金がかかりますとか、ものすごく強い計算機が必要ですとかなると、使える人がすごく限られてしまうので、まあ、そうならないように、できる限りこう自動化したりとか、計算効率がいいものをしたりとかして、誰にでも手が届くような便利なものを意識していけたらいいなというふうに思っています。あとは、そうですね。研究内容以外にも、自分が研究者としてできるかなと思っていることとしては、自然言語処理っていうコミュニティすごく私は好きなので、どんどん活性化していくように自分ができることを貢献していきたいと思っています。まあ、そんなに自然言語処理、日本の自然言語処理の一番大きな学会も実は私と同い年で、今年で28年目とか、なんかそのぐらいで、そんなにすごく長い文化があるわけではないんですけど、それでもやっぱ先人たちが積み重ねてきてくれたものっていうのがあるので、それをちゃんと継承していくだったりとか、あとは今回みたいに皆さんにこう次世代の方に向けてアウトリーチ活動みたいなものもどんどんしていきたいと思ってますし、
あと、世界中には結構、この情報科学系の女性研究者たくさんいるんですけど、日本って、この世界と比べる、ヨーロッパとかと比べるとまだ全然少ないので、まあ、自分みたいな人間もいるよっていうようなことで、こう、ああ、なんかあの人楽しそうだから自分もやってみたいなと思ってもらえるような研究者になれたらいいな、そういうのを目指して自分もこう楽しみながら頑張っていきたいっていうふうに思ってます。で、これまで自分がやってる研究と、あと、まあ、どのようにして研究者になったのかとか、なんでこう、ユース頻度を選んだのかみたいな話をしてきましたが、最後に、まあ、これから自分がこう、辿ってきたところか、また別のところかを辿ることになる皆さんに少しだけメッセージを送りたいと思っていて、自分がこれまでいろんな選択をしてきた中で、やってよかったなと思ってることが、とか、あと、これ、なんか、とどめておいてよかったなと思ってることが二つあって、一個は、とにかく自分をよく知っておくっていうのは大事だと思ってます。大体、どんなことも、自分をきちんと知らないうちは、とにかく、やってみてどう思うかみたいなところをやるしかないと思っていて、まあ、そういうのは、若いうちにどんどん経験して、自分はこういう人間だっていう解像度を上げていくのがいいと思います。あと、なんか言語化できなくてもなんとなく好きなこととかなんとなく楽しいものってあると思うんですけど、まあ当時は言語化できなくても後で振り返ってみると結構理にかなってたりすることがたくさんあるので、まあ、なんかそういう感覚は大事にしていいし、そうするといいんじゃないかなと思ってます。あと自分の進路選択では結構得意を生かすようなことをしてるんですけど、やっぱりこう自信が持てるし、堂々とできるので、そういうことは一つ迷った時にはありなんじゃないかなと思ってます。あとはその、なんか時間かけて悩むと、やった気になれちゃうんですけど、なんか振り返ってみると結局悩んだ時間と正しいその選択が良かったかみたいなのって必ずしも比例するわけではないと思ってるので、なんか、ある時はこう、いやと思い切って決めることも大事だと思います。で、自分はそのすごく迷った時は、例えばこう、まあ、正解っていうものはそもそもないんですけど、やんなきゃよかったなってちょっと後悔しちゃった時でも、でもやったからこそこれができたと思えるような、なんか自分が必ず前に進んだと思えるような道を選択するように、こう頑張ってきたつもりです。で、あと、こと進路選択に関しては、大学に行ってからとか高校に行ってからも、なんか進路を修正するタイミングって結構あるんですよ。大学入試の時に別の学部を受けてみるとか、入ってからも実は転部ができる、転科ができる大学もたくさんありますし、あとは大学院に行くときに専門を変える人もいるし、大学院で学んだこととは全く別のところに就職する人、転職する人います。なので、なんか失敗したら終わりみたいな話では全然ないと思って、なんかうまく落としどころというか、いい選択をしてもらえたら嬉しいと思います。あと、最後に、研究者っていう職業、普段会うことは少ないので、なんとなくこうイメージしづらい人もいるかもしれないですけど、まあ普通の職業の一つで、まあ、誰にでも、本当に文字通り誰にでも選べる職業の一つだと思ってます。あと、研究者が働く場所っていうのは、本当に世界中に大学、企業、政府、変わらず、本当にいろんなところにあるので、ていうか、その特殊なものでも何でもなくて、普通に選べる選択肢の一つだと知ってもらえたら嬉しいです。で、あと、情報科学、コンピューターサイエンスの専門家。これからますます世界中で求められるというふうに言われています。まあ、そもそも今後、こういうコンピュータサイエンスに基づくような技術、情報検索だったりとか SNS もそうですし、そういうものがなくなることは絶対ありえないと思うので、まあ、必ず需要はあるし、まあ、今もそうですし、きっとこれからもどんどん社会に浸透していく中で、解くべき問題とかそういうものもまだまだたくさん出てくると思うので、皆さんにぜひこう参入してもらって、一緒に楽しく研究できたらいいなというふうに思っています。はい、以上です。どうもありがとうございました。